じゃん、もりもりポトスくんです。伝わりますかね、このみずみずしい感じ、フレッシュ感、もう本当にリアルです。最初はですね、こんな感じですぼまった状態になってるんですが、ここ茎にワイヤーが入ってるので、広げて、まず広げてこう暴れさせてあげてください。そしたらもうこんな広がります。で、ここの取っ手の部分をグッと、こうですね、グッとこれハンギングっぽくなります。で、これを折らないとこう立たせてこういう感じでも飾れますし、グッと折るとハンギングっぽく飾れます。で、葉っぱの裏側、まあちょっとフェイク感強めですけれども、他の、あのこういう葉っぱとか花びらとかよりはこのフェイク感はちょっと弱めなので、本当に少し離れれば、少し裏側が見えたとしても、そんなにそのフェイク感は強くなりません。で、コツとしてはこう広げます。そしてこの茎が最初はまっすぐなので、こうちょっとずつ湾曲させながら暴れさせていきます。こう立体的にしてあげていくんです。こうまっすぐなの、こう、そうするとどんどんボリュームがつきます。で、例えばこういうところとかもちょっとこう丸っぽく、まあこれは本当はお好みなんで、もうアズユライクなんですね。で、こういうハンギングテープだとこういう鉢にポンと入れてあげる、かわいい。こういうカゴでも、はい、かわいいカゴね、カゴでもかわいいですね。で、あとこういうちょっと置いたりとかしてもかわいい。ここだけ見えないようにしてあげればかなりリアルです。ほら、かわいいでしょ、かわいいですよね。こんな感じで、なのでこう本当にアズユライクでお好きな形に広げてあげてください。で、まあこの一番こうフレッシュな、このリアルな表の葉っぱが見えるように、形を整えてあげてください。もりもりポトスくんでした。